コンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道とともに世界へ、スポーツによる地域活性を目指す北海道コンサドーレ札幌。この番組では北海道コンサドーレ札幌の三上博克 GM がラジオを通じてサポーターの皆さんや地域の皆さんの質問にお答えしていきます。今サポーターに伝えたいこと、話したいこと、呼びかけたいこと、三上 GM が本音で語り尽くすコンサ三上 GM のグレートビクトリー。今回はどんなお話が聞けるんでしょうか。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りします。おはようございます。三角山放送局、山形翼です。今週もスタートしましたコンサ三上 GM のグレートビクトリー。今週もスタジオ生放送でお送りしていきます。北海道コンサドーレ札幌、三上博克 GM スタジオにお迎えしています。三上さん、おはようございます。おはようございます。さあ、ホーム開幕戦、2月の25日土曜日15時キックオフ、第2節ヴィッセル神戸戦、はい、僕も現地で、はい、はい、なんなら三上さんのすぐお隣にいましたけど、はい、ありがとうございます。そうですね、まず会場に向かうまでのところからめちゃくちゃ高まるような、はいはいはい、まず福住駅の装飾から始まり、はい、でドームに入ったらこれまたもう赤黒一色みたいな、はい、だいぶ変わりましたよね。そうですね、本当皆さんのおかげで、より今年は札幌市さんだったり札幌ドームさんとのその協力関係っていうことを、うん、できてまして、はい、その一つの具現化できたのが、うん、今言っていただいたようなね、そういった装飾というところに表れているし、はい、ベンチなんかもね、ホームスタジアムの、はい、ロッカールームなんかも本当素晴らしい状況に実はできていて、まあ、一部SNS でなんか見られてる方もいるってお聞きしてるんですけども、はい、そういった意味では本当すごくね、いい雰囲気を作っていただいてるっていうことに感謝してますね。ですね。いや、本当にホームに来たなという感じが、まあ、一層高まるようなね、そんな今シーズンの札幌ドームの仕様になってます。階段の赤黒装飾なんかは本当に先週の放送日ちょうど祝日だったんですけど、はい、あの日も丸一日もうスタッフも札幌ドームに、ね、行って、はい、で業者の方と一緒に頑張ったっていうね、はい、そうですね、それだけこうみんなで盛り上げようっていうね、はい、いう部分と来ていただいた方々に楽しんでいただこう、はい、高揚してもらおうっていう思いは間違いなくあったんですけどね、はい、しかし結果の方が、はい、1対3の敗戦と、うん、いかがでしたか三上さん。そうですね、まず率直に走り負けたなっていう印象が強いですね、はい、まあ、ゲーム展開的にはね、見ていただければ分かる通り向こうのその狙い通りの、うん、策にはまってしまった、うん、まあ、要するに前半早い時間帯で向こうの狙いとしてはやはりその我々のねビルドアップをなるべく早い段階で積んで、はい、ショートカウンターからの、まあ、チャンス構築っていうのが間違いなく狙いとしてあっていて、まあ、それが、まあ、1失点目は特にそういった、ね、状況の中で、はい、なってしまったなっていうのが、まあ、後手後手に回ってしまった、まあ、部分なんですけども、まあ、一方でやっぱ我々のこのサッカーをやる上ではあってはならない、なくす努力は最大限しますけども、はい、どうしても長いシーズンああいうことあると思うんですよね、はい、だから僕の中ではあれが起きた事象というよりはそこをやっぱ跳ね返せれなかった、そこに僕はどうしても気持ちがいっちゃっているっていうのが率直な気持ちですね。まあ、試合通してなかなかやっぱコンビネーションができなかったり、いろんなこう見てる方からするとね、はい、いろんなこう見え方があったと思うんですけども、まあ、やっぱりその走れなかったことによってチームとしてのコンパクトさが失い、コンパクトさがないからコンビネーションがしづらい、はい、フォローしづらい、いうところに僕はちょっとやっぱりつながってってるなってちょっと思ってるんで、なるほど、うん、やっぱまず走ることと、ただ走るだけではなくやっぱ考えて走る、はい、結果そのチームとして そのコンパクトさを維持する、そうなれば必然といいディフェンスもできるし、いいコンビネーションもできるし、はい、っていう風になっていくと思ってるんで、まあ、もう早速そこは切り替えて そうですね、はい、今週はこの週末に向けてのゲームに対してはそこを監督と話して、はい、まあ、トレーニングを今積んでるっていう状況ですね、はい、
ここでビクトリーメッセージご紹介しましょう。ツイッターでいただいたのと、あとメールでもね同じ質問いただいてたんですけども、はい、ありがとうございます。まずはツイッターの方でビクトリーネームケンタモードさんから、そして、メッセージではテッコさんから、お二人ともですね気にしてるのは、三上さんのさっきお話にもありましたけども、はい、選手同士の距離感だったり、うんうん、あとお互いコンビネーション意思の疎通があんまりこう合ってないように見えたという、うんうん、なるほど、はい、はいはい、メッセージをいただいてました。はい、まさしくあのさっき言った部分だと思うんですよね、うん、はい、でコンビネーションが実はできないか、イメージが共有できてないかっていうと、はい、まあ、できてないかったので、うん、見てる方からするとできてないなって思うと思うんですけども、はい、かなりトレーニングとか含めてですね、うん、その辺のアイコンタクトと言われるような意思の疎通含めて、はい、随分とそれはできているんですよね、はい、でもあの試合できなかったのは間違いない、うん、そこはやっぱり先ほど僕が感じたコンパクトさ、うん、ここが失われていればどうしてもやっぱり難しくなってしまう、はい、だからそのコンパクトさを保つためにも考えて走る、まずは走るっていうところをやんなければいけない、うん、そんな風にこう思っているんですよね。テッコさんから、常にサポートする動きと、はい、それからオールコートマンツーマン、これ札幌がね、うん、ずっと掲げているプレースタイルですけど、はい、この噛み合わせっていうところ、うん、三上さんからどういうふうに捉えているのか教えてほしいっていうのもあるんですけど、うん、はい、これは戦術っていう観点から言うと、うん、噛み合わせとしては決していいものではないですね。あ、うん、もうこれは率直な、はいはい、ただ我々はこう選手を育てながら、うん、ビッグクラブと言われるチームに対してもやっぱ勝ちたい、うん、今今年でいうと絶対トップ10内に常に入ってトップ5を目指していくんだ、はい、数年のうちに1回でもいいからタイトルを取れるようなチームになるんだっていうことの将来像を見てる我々のクラブからすると、はい、まずやっぱ選手を成長していかなきゃいけないいうことも踏まえた中で、勝ち負け今こだわってますけども、うん、その先も見た上で、うん、この戦術を今取り入れてやってるっていうところではあるんで、はい、難しさはあるんですよね。実際そうですよね、はい、なんでこれから先、まあ、それがどこまでこの試合で具現化できるかっていうところ、あとそれからこちらもビクトリーメッセージ続きますが、ビクトリーネームキラーパスさん、毎年キャンプ明けコンディションが悪い、怪我人が多いという印象を持っている、うんはいはい、毎年同じような状況のような気がするんですが、うん、どのようにお考えでしょうかという。そうですね、コンディションっていう部分でいうと、はい、確かにその難しさはあるんですけども、はい、僕から見るとやっぱり一番難しいのはそのメンタルコンディション、体のコンディションというよりはメンタルコンディション、はい、気持ち、はい、やっぱりそこっていうのがその長期の、まあ、ずっと合宿をやっているっていうところと、ね、やっぱり開幕だっていうこの雰囲気作りっていうのが結構やっぱ難しいんですよね、一般の他のチームより、はい、まあ、理由としては他のチームであれば自宅から、うん、ようやく開幕ださあ行くぞ、前夜には分からないですけどね、うん、しっかりと食事をとってっていうような、はい、気持ちの切り替えとか含めてこうあるんですけども、うん、我々はなかなかやっぱりそうはいかない中で、うん、ここ数週間ずっと続けてきた50人ぐらいの、ね、はい、メンバーで変わらず前日の夜も食事をして、はいはいはい、そして試合に向かってっていうところで行った場合、うん、まあ、やっぱりメンタルの部分でね、いろいろこう難しい部分はあるなとは思っています。でもこれはもう仕方がないこと、我々の環境下では、うん、だからやっぱそれを乗り越えなきゃいけないなって、まあ、思っているっていうのが一つですね、はい、ただまあ見え方としてそのコンディションがあまり良くないですねっていうふうに思われるっていう部分では、まあ、そういった部分が大きな要因になってるかなっていうのは僕の中では感じますね、はい、もう一方でその怪我人がちょっと多いんじゃないですかっていうところに関しては、はい、当然僕らとしてはその怪我人が極力ないことをね一番に、うん、メディカル部門、コーチ陣とも話し合ってね、はい、負荷をコントロールしてこうやっているんですけども、やっぱそうは言っても何人かどうしても怪我人は、まあ、どうしても出てしまうと、そういった意味で言うと極力少なくしようとしていますけども、まあ、実際出てます、うん、でも結果それがじゃあ他クラブより多いかとか言うと、うん、まあ、そんなことはないんだよねっていうのも、うん、まあ
感覚としてはですね、はいはい、正直あるかなっていう状況で、うんうん、ただやっぱり選手のことを思ってもね、はい、一人も怪我人なくやっぱりスタートを切らしてあげたいっていうのは僕らのやっぱ思いですので、そこに向かって難しいことなんですけどメディカル、うん、コーチ陣と含めてそこを目指してやっていきたいなって思ってます。あの怪我人についてこんなメッセージも来ていて、はい、ツイッターの方でビクトリーネーム佐々木浩二さんからですね、はい、何もリリースがない、この怪我人の怪我をしましたっていう負傷者リリースっていうのがコンサドーレあまりない印象を持っているという、はいはい、なぜリリースがないのでしょうか。なるほど、はい、佐々木さんはいつまで待っていればいいでしょうかっていうまあその気持ちよくわかるんですよ。なるほど、これクラブとしては何かこう基準みたいなところってあるんですか。そうですね、大枠でちょっとお話ししますと、はい、まずキャンプ中とシーズン中という分け方をしています。あ、キャンプ中に関してはですね、はいはい、まあ、まだ公式戦が始まってるわけでもないということを踏まえ、はいはい、基本的にはリリースは一切しないという方向でここ数年、まあ、やらさせていただいてますと、はいはいはい、で一方で、まあ、今のようにもうシーズンに入りましたと、うん、そこから起きた怪我に関しては、うん、そうですね、目処として中長期の離脱が想像できる、はい、うん、まあ、期間にすると 3,4 週以上はチームと別のメニューをこなさざるを得ないよというような時にはリリースをさせていただきますと、はい、それ以下の場合はリリースはしませんよというのがシーズン中の一つ目の基準、はい、でもう一つはその 3,4 週かかる時にはリリースをします、はい、じゃあそのタイミングはっていうところに関しては次の公式戦のメンバー発表をしたタイミングと同タイミングでリリースをさせていただいてるっていうのが、まあ、大枠でのクラブの考え方なんですね。でこれに関しては、うん、まあ、サポーター目線から言うと今言っていただいての本当心配させてしまってるんで ね、 そうですね、少しでもこう情報を与えて見える方がね、うん、安心をしていただければとも思う一方で、はい、まあ、やっぱりリーグ戦、うん、戦術的な理由、うん、要するに対戦相手のスカウティング、うん、そういったものを極力避けたいっていう思いもあってですね、はいはい、まあ、ここ数年はその現場の方の意向をね、我々クラブがしっかりそれを受け止めて、はい、まあ、要するに今言ったようなルーティンの中でですね、うん、怪我人を発表していただくことの方がより試合当日に向けた我々現場サイドの思惑としては大きいのでという思いがあったので、まあ、そこのところはね、やはりクラブとしてもできる限り協力していきたいなということで、当然その信条である透明性、はい、これはなるべく担保しつつも勝負ですから、はい、チームのね、そういった戦術っていうことにも理解してっていうのが今先ほど大枠で話したような内容になってますね。今この三上さんの言葉を聞いて、まあ、僕も含めてですけどサポーターにもしっかりその思いは伝わったと思います。 あ、 ありがとうございます、ね、まあ、理解していただければねありがたいことなんですけど、やっぱりこれだけ見える社会になってくるとね、こういったいろんな情報戦みたいなところもあるということですね、はい、実際さあ、開幕戦は結果かなり苦しいものにはなりましたけども、はい、次がもう迫ってます、はい、3月4日土曜日14時キックオフ第3節今度アウェー戦です、はい、アルビレックス新潟戦、今季 J1 に上がってきたクラブです、はい、三上さんから見て試合展望はどんな感じになりそうですかね。そうですね、前節までの対戦相手の新潟さんのね、はい、サッカーなんかも当然見させてもらってる中で、ええ、もうすごくいいサッカーしてるなっていう印象はまず率直に思ってると同時に、うん、強いなって思っていますですね、はい、僕も見ましたけどすごい勢いでしたね。そうですね、はい、なので僕らが今この状態でやるとね、かなり苦しいやっぱ展開になってしまう、はい、でもやっぱりそうさせないためにもね、うん、先ほど冒頭でも話したようなまず走ることっていうね、うん、そこにもう一回立ち返った中で、はい、助け合うためにもコンパクトさをね、保つ、うん、そういったことをもう一回やろうよっていうことで今週準備させてもらっていますんでね、はい、しっかりとそれをまずは表現するですね、うん、それがないとやっぱ皆さんもね納得感得られないと思うんですよですね、はい、あとはもうこれをピッチで選手たちがどこまでがむしゃらに戦えるかっていうところ、はい、で一つだから鍵としては走るっていう明確なプレーフィジョンみたいなところが、はい、それがまた選手起用にも影響してくるかなと思ってますけどね、はい、まあ、少なくても僕はね監督コーチにはそこを
重要じゃないかっていう話はさせてもらって、これはもうリクエストをして、うん、監督コーチ陣もその辺は同じような思いは、うん、まあ、あったんでね。あとはそのチョイスに関してはね、本当いつも選手のチョイスに関してはもう監督以下コーチ陣にね、はい、もう委ねてるし、彼らが決めたところに僕は最大限あとはフォローしていくっていう、そういう役割でね、やらさせてもらいます。わかりました、まあ、一つね透明性を持つ、まあ、この番組でもありますから、はい、サポーターの皆さんにも少し出せる限りの、ね、情報を公開したいなと思うんですけども、はい、これまで、キャンプ含めて最近名前を見なかった選手がね、うん、何名かいるかと思うんですけども、はいはい、次の新潟戦に関してはいかがでしょう。そうですね、だいぶ名前が見ていなかった選手のうちの1名は、まあ、全体練習に合流してきてるっていうような状態は上がってきてる、はい、選手もいますんで、はい、僕の中ではね次のゲームの中にはこうメンバーには入ってきてね、うん、時間限定かもしれないけどもこうチームの力になるような、うん、オプションっていうのはもしかしたら取れるんじゃないかなって思っています、ね、その程度まで上がってきてる、はい、少なくてもでも一方では選手自身は僕も頭からいきますよみたいなその選手は、はい、熱い思いは言ってきてくれてるんですけどね、はい、まあ、やっぱこの試合だけではなく長いシーズン、そしてその選手の成長とかね、はい、まあ、いろいろ考えた時には、まあ、現実的にはメンバーにね入ってきてくれるだけでも十分また力強くねなっていくんで、そこから第一歩がいいのかなとは思ってますけども、はい、先ほど言ったようにそこもね最終的には監督コーチのチョイスが判断がどうなるかっていうのは待って、それに従ってね僕らも応援したいなと思ってますけど。わかりました、はい。まあ、この後来週週が明けると今度はルヴァンカップね、3月8日水曜日にはグループステージの第一節、はい、サガン鳥栖戦と、またこれまたアウェーなんですけども、ミッドウィークも始まってきますから、はい、ね、ここからまた連戦続く中で選手たちどこまでパフォーマンスを発揮できるかっていうところが一つ今週以降のね、そうですね、ポイントになってくるかなと思います。この試合が終わったら札幌にチームが帰れるんですよ。そうなんです、はい、もうだから結構選手たちもその思いもありますよね、はい、そのためにもその2試合をねしっかりとやっぱ戦って結果を出してね、うん、帰ってきたいと思ってますね。期待しましょう、はい、では三上さんの方からサポーターリスナーさんへ一言お願いします、はい、開幕戦ああいう本当最高な雰囲気を作っていただきながら結果としてね、出すことができず本当申し訳ありませんでした。ただ我々が本当目指しているところっていうのはね、先ほどお話したように目の前の試合もそうですけど、その先のそして北海道にとってのっていうところを持ってね、自信を持ってやっています。もう少しだけね、皆さんの我慢する目線と変わらない応援の気持ちを持っていただいて、もう数試合、我々の動向を見ていただければありがたいなっていうふうに思ってますし、我々としてはね本当気持ちを込めてまずは走る、コンパクトにする、そこに戻ってね、しっかりやっていきたいと思ってます。来週は三上さんね、結構お忙しいということで、すいません、はいはい、なんでまた、リアルタイムでの情報はその翌週ぐらいにね、はい、まとめてお届けできると思いますので、引き続きお付き合いください。番組はコンサドーレ YouTube チャンネル、コンサドーレ TV、 さらには三角山放送局ポッドキャストでも配信中です。それでは今日はこの辺で、北海道コンサドーレ札幌の三上弘勝と進行三角山放送局山形翼でお送りしました。今週もありがとうございました。ありがとうございました。白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。番組では三上 GM 宛ての質問を募集しています。メールアドレスはリクエスト@山.co.jp、 ツイッターはハッシュタグコンサ GV までどうぞ。詳しくは三角山放送局のホームページ、ツイッターでもご案内しています。コンサ三上 GM のグレートビクトリー、次回もどうぞお楽しみに。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りしました。